僕の名前はゆとり、普通の小学生だよ。八百屋の貧乏ゆとり、ずっと野菜食ってろよ。ただいま。そして僕の家は八百屋さん。おう、おかえり。人参とキャベツ負けといたんで。いつもありがとね。毎度。すいません。どうも、天狗さん。え、ショッピングモールでですか？この頃、僕たちはまだ知らなかった資本主義とはどういうものかを。飯も服も買えてゲーセンもあるしだな。天狗の父ちゃんってイオンで働いてんだっけ？うん、そうだよ。ゆとりの父ちゃんもだろ？うん、そうだね。どうも天狗さん、お世話になっております。ゆとりさん、うちで働きませんか？え、ショッピングモールでですか？ええ、正規雇用なら今のうちです。食品コーナーで雇用を確保しますから。商店街が衰退すると？これから個人商店は衰退します。人も集まらなくなるでしょう。どうしてですか？我々は人付き合いを大事にして近所のコミュニティにもなっているんですよ。テレビがないから情報共有の場になっていただけです。今は車と冷蔵庫も普及している。遠くまで出かけてまとめ買いをし、長期的に保存できる時代になったのです。でも品揃いには自信があって、我々は映画館やフードコートなどを付随させ、そこに人を集めます。大資本を投下した品揃いや利便性に勝ち目はありますか？少し考えさせてください。父さんが八百屋を閉めることにした。あのリオンの食品売り場で働くことにしたから。そっか、お店がなくなるのは寂しいけどしょうがないよね。こうして実家の八百屋は閉店、商店街の店は軒並み潰れてしまったが、父はショッピングモールの食品売り場で今も働くことができている。ブラックの父ちゃんは何してんの？ああ、うちは外資系の企業に引き抜かれて、なんかそこで働いてるらしいよ。なんかすごそうだね。新店舗の出店は順調だな。ですね。ただまだある商店街の一部の店が反対運動を起こしてまして。みんなが便利になってるんだからいいじゃないか。それに俺らは新たな雇用を生み出している。おっしゃる通りです。まあ時期に沈静化するだろう。我らリオンが小売りの覇権を握る日も近いな。近年徐々に広まっているジャングル、ネットで頼んですぐ届く、とても便利なサービスです。プレミアム会員募集中、ぜひ一度使ってみては。お、ジャングルから届いてる。これ読みたかった。 CM も発売日に届くし最高だな。なんか最近はそのジャングルっていうのが流行ってるらしいな。あ、父さん、ネットで頼めばすぐに届くし便利だよ。わざわざ買い物に行くのもめんどくさいし。昔は商店街がコミュニティだったのに、どんどん人付き合いが減っていくな。ところでゆとり、最近どうだ？まあ、フリーターだけど、なんとかやってるよ。ブラックは？俺はフリーで、アプリ開発とかしてるよ。そういや、天狗は映画業界だっけ？結構忙しいみたい。この前も、関わった映画も公開されたらしいよ。へぇー。あ、映画といえば、ジャングルプレミアムって入ってる？うん、入ってるよ。商品もすぐ届くし、映画とかも見れるから最高だよね。だよな。実は俺、その手伝いとかもしてて、うちの父親がジャングルで働いてるからさ。最近流行ってるよね。これからはさらにいろんな業界に参入するかもよ。日用品も、生鮮食品も即配達してくれるから、買い物にも行かなくなりそうだな。それはいいね。あと金融もだな。銀行に代わって簡単に融資してくれるかもね。電子決済だって普及するよ。なんか、それに不動産、ジャングル経由で契約できて、家はスマートスピーカー内蔵で何でもしてくれる。そんな世界になったらやばいね。どんどん便利になってくな。ヘイジャングル、電気消して。電気を消します。ティッシュとシャンプーも買っといて。はい、ジャングルチョイスのものですね。明日お届けします。あれから時が経ち、ブラックの言った通り、必要なものはスマートスピーカーで買えるようになった。いらっしゃいませ。コンビニに店員はおらず、商品をカバンに入れて帰るだけ。ありがとうございました。ショッピングの代金は後日クレジットによる決済で引き落とされます。え？今年はボーナスなしですか？ああ、映画業界全体がかなり厳しい状況だ。やはりジャングルプレミアムの影響でしょうか。そうだな、 VR も普及してるし、俺たちもこのままだとまずいかもしれない。給料もこれ以上は上がらないかもな。そんな父さん、俺今年ボーナスカットになったよ。こっちも業績不振で大変だ。やっぱりジャングルのせいかな。そうだな、あいつら資本を武器にどんどん飲み込んでいく。でも父さんたちも商店街を。いや、俺たちは正規雇用は少ないが、その先で雇用は確保していた。ゆとりさんもそうだろ。だがジャングルは非正規雇用すら奪っていく。
もしもし父さん。すまんな急に。実は父さんな、イオンを辞めることになった。え、そうなの？ジャングルの影響で来客が減って業績が悪化したんだ。どんどん人員削減してるよ。商店街を飲み込んだショッピングモールですら。まあしょうがないさ。これからいろんな業界で影響が出てくるだろうな。本日は今や世界一の IT 企業となったジャングル社に完全密着。はじめにこの巨大な倉庫、実はここに人間はおらず、すべてロボットが全自動で運搬梱包してくれるのです。また運送も同様、完全自動運転やドローンによる配達サービスで完結します。そして実店舗では皆さんもおなじみ完全無人コンビニのジャングル庫、商品をバッグに詰めて帰れば後日クレジットで引き落とされます。 CEO はメッセージで、すべてはお客様のためです。我々は徹底的にコストカットして、その分をお客様に還元する。今後もさらに成長を続けていきます。いい流れだな。こうやっていらない仕事はなくして機械化すべきなんだよ。けど多くの会社はジャングルに事業を食われて利益も上がらないから大変なんだよ。そのおかげで俺らは安くて便利なサービスを使えるんだから、それでいいじゃないか。俺たち中流階級は給料も上がらないし、正社員になれない人も多くて困ってる。レジや倉庫、コンビニ店員、あらゆる仕事が奪われている。それだってそうだろ。まあ俺は別にいいんだけどさ。ジャングルさえいなければお前も正社員で働けてるかもしれないんだぞ。それでいいのか。それは天狗目線の話だろ。中間層の所得は下がっていても、世界的に見ればアフリカなどの貧しい国は豊かになりつつあるはずだ。お前の親がジャングル社で働いてるからこんなこと言えるんだろ。雇用をなくして儲かるのは一部の富裕層だけだろ。お前の父親こそ商店街を潰して多くの非正規雇用を生んだじゃないか。ゆとりの八百屋だってそうだろ。確かにそうだが、ショッピングモールは非正規でも雇用は生んでいた。ジャングルは便利と引き換えに多くの雇用を奪っている。お前らはそれでいいっていうのか。ああ IT が成長し余暇時間も増えた分、 YouTuber とかプロゲーマーとか新しい仕事も増えてる。働きたいやつだけ働いて、嫌なやつはベーシックインカムで暮らせばいいんだよ。はそれは。ジャングル社の株価は毎年最高値を更新。もはや富裕層でなければ手が出せません。しかし保有すれば株価は上がり続け、さらにお金持ちに。逆に低所得層の仕事は奪われ、各社が開き続けています。強い企業は拡大し続け、投資家は利益を得る。そのお金がさらに投資され、というサイクルで世界を支配する日も近いかもしれません。ジャングルの株は8000万の利益か。まあまだな。またジャングル社はベーシックインカム本格化に向け動き出しました。ベーシックインカムという制度で生きていくのに必要なお金を全ての人が受け取れるようにしましょう。ほらな、ベーシックインカムは導入すべきだ。いや、こんなのジャングルの戦略だろ。いくら自分らが儲かってもユーザーが貧しくてサービスを使ってもらえなきゃ意味がない。そのために金を配りたいだけだ。だが結果的に便利なサービスを使えて働きたいやつだけ働けるなら、それでいいじゃないか。いや、そんなの。確かにジャングルのおかげでものすごく便利なサービスを安価で使えるようになったけれど、多くの人の雇用は失われて、自分自身も将来どうなるかはわからない。これから資本主義はどうなるんだろう。誰か答えを教えてくれ。よし、投稿完了。このままだと30万人のノルマやばいですね。そうだな、けど俺らはいい動画を作り続けるしかない。まずは目の前のことを一つずつやっていこう。そうですね。でもノルマ達成できなかったら、皆さんノルマ達成のためにチャンネル登録お願いします。